どうして日本よりフィリピンの代表として出場をしたのですか？フィリピン、ジャパンに、フィリピンのチームに、いろいろサポートをしてもらっているので、はい、それに貢献できるように頑張りたいなと思って、フィリピンの方の代表にしました。渡辺さんの次の目標を教えてください。そうですね、東京オリンピックにもう、シーズンになるので、しっかりオリンピック の、はい、出場権を得て、はい、オリンピックでメダルを取りたいと思ってます。どうして一番になるためにそれほど頑張れるのですか？そうですね、国の代表として頑張りたいなと思ってます。渡辺さんのような選手になりたいフィリピン人に一言メッセージをお願いします。そうですね、柔道はもっと強化してもらえると、みんなも楽しくやっていけると思うので、頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。はい、おめでとうございます。